姿勢。姿勢は、従前の軍区町村編成法に代わり、日本の市の基本構造を定めた法律である。1888年、明治21年4月25日の、明治21年4月25日法律第1号の前半により規定され、1911年、明治44年4月7日の、明治44年4月7日法律第68号。 により全部改正され、1947年、昭和22年5月3日の地方自治法の施行によって廃止された。制定時の第一条に、この法律派、中略士と、試すの地に施行、するものとすとあり、市となる区域で順次この法律を施行、適用されたことから転じて、区町村から新たに市を設けることを、市政を行すると表現するようになった。 戦前、特に、明治初期は、市民はすなわち、有産者、ブルジョワジーや地主などという考え方であったため、人口あたりの有産者比率の低い都市部では3、東急選挙制などの投票権格差がつけられた、有産者比率の極めて低い3と、東京、大阪、京都第一回衆議院議員総選挙、その他には、一般の姿勢ではなく、特別姿勢が施行されたりした。 農村部は、地主や、養産業者などの有産者比率が高いため、都市部とは異なる町村制が施行された。北海道には、市制が施行されず1899年、明治32年5月1日になって市制に似て、自治権が弱い北海道区制が施行された。町村に対しては、北海道で、北海道1.2級町村制が、沖縄県などでは、 当初町村制が施行された。内地、本土と別扱いの繁殖民地的地位を表すもので、ある。市政は、町村制と共に1888年、明治21年4月25日に、明治21年4月25日法律第一号として、交付された。なお市政と、町村制は一つの交付文で交付されているが、それぞれ、第一条から始まる。 別個の方であり、交付分にも、市政及び町村制と書かれている。市政と町村制は首都、市と町村を独立した法人と定め、形式上国と別個の自治体として認めた。市には市会を置き、土地所有と納税額による、選挙権制限と高額納税者の重みを大きくした、三等級選挙制によって、市会議員を選出した。市は、 条例制定などの権限を持つ。市長は、市会が候補者3名を推薦し、内務大臣が天皇に上層再下を求めて決めた。市会は別に助役と名誉職参事会員を選出した。市長、助役、名誉職参事会員で構成される、市参事会が、市の行政を統括した。東京、大阪、京都の三大都市は、特例として、市政の一部が適用されなかった。 市政中東京市、京都市、大阪市に特例を施来るの件、明治22年3月23日法律第12号、全8条により、東京市、京都市、大阪市の3市には、市長と助役を置かず市長の職務は、府知事が、助役の職務は、初期官が行うなどの特例、市政特例が定められた。市政の実施準備は、以前の区、町、村の合併を進めつつ、 各府県ごとに進められ、1889年、明治22年4月1日を最初として、各地で順次施政を施行された。自治権を与えられなかった三大都市の住民は、施政特例の廃止を要求する運動を起こした。そのため1898年、明治31年10月1日に三大都市特例は廃止され、他の市と同じ制度となった。 1911年、明治44年4月7日、市政は全面改正され明治44年4月7日法律、第68号となった。これに伴い、東京市、京都市、大阪市の国、関する県、明治31年9月15日直令、第210号及び、東京市、京都市坂市を、塾の外、人口20万人以上の市の国、関する県、 明治33年3月31日直例第98号も執行した。1921年、大正10年5月10日に3等級選挙制度は2、等級に緩和され、制限選挙制度の本質は変わらないままだが、やや平等になった。1925年、大正14年5月5日に、衆議院議員選挙法、普通選挙法が制定されると、 翌1926年、大正15年6月24日には、市、町村、府県にも普通選挙制度が導入された。この時の市政改正により市長は、市会が選挙することとなり、内務大臣による選択制度は廃止された。1943年、昭和18年4月1日に、市長の選出方法は、元の制度に戻された。1945年、 昭和20年の日本の敗戦により抜本的民主化の見通しが立ったが1947年昭和22年5月3日に地方自治法が施行されるまで公式には古い姿勢が有効であった。この間、地方によっては反公式的な形で民主的選挙を実施しその結果に従って他の機関が手続きして正式のものにするといった運用が過渡的に取られた。 外地には、法律、姿勢は適用されず別個の法律、カラフト姿勢昭和12年法律第1号、直令、関東州姿勢対象13年直令第130号、律令、律令、台湾姿勢対象9年律令第5号、政令、政令、不正、対象2年政令第7号等によって死が、設置された。朝鮮の地方制度においては、 死に相当する区画は、不と称しており、従って、日本統治下の朝鮮に、死は存在しない。朝鮮の負は最初は朝鮮での伝統的な行政機関を、大韓帝国の時により現代な意味で再整備されたものを引きずったようなものであって、その長も、伝来の名称のままで不印と呼ばれた。大韓帝国では、負の昇降が激しく、1906年から、 大韓帝国の末期までは主に開港場だけがそこを管轄する大里の名称のままで指定されていたのだが、韓国併合の直後に行われた臨時的な措置の一つである朝鮮総ただしフレ第六項によって、府の証拠と解明が行われた。この時までは、府の区域はまだ伝来のものをほぼ保存しており、伝統の行政中心地と郊外の農村部を大きく含んでいた。 その後1913年、大正2年10月30日交付の不正、政令第7号が1914年、大正3年4月1日に施行されたことにより、地方公共団体としての府が設立されて、1913年、大正2年12月29日交付で1914年、大正3年4月1日に、施行の朝鮮総督府令第111号で、 全朝鮮の道府軍の境界がすべて現代化される。際に、府の領域も同時代の日本のように都市部だけを含むようになった。この時、府の領域から除外された部分はその旧来の行政中心地の名前や、府の古い画所を取った軍とされ、そのような軍の多くは軍長を府内に置いた。府は併合以前からの日本人居留民団の事務などを承継した。その後、 都市化の進んだ地域に不正が施行されるようになり、最終的には22まで増加した。新しい府を指定するときにも農村部をもって違う名の軍を立てその郡長を府内に置く原則は守られた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。